喫茶店にて。先日大阪の知人が訪ねてきたので、銀座の相当な喫茶店へ案内した。学生の少ない大阪には本格的の喫茶店がなく、珍しい土産話と思ったからである。果たして知人は珍しがり、次のような感想を述べた。先ほどから観察していると、わずか一杯の紅茶を飲んで半時間もぼんやり座ってる人がたくさんいる。一体彼らは何を考えているのだろうと。一分間の暇も惜しく、タイムイズマネーで忙しくシチューを駆け回ってる大阪人が、こうした東京の喫茶店風景を見て、いかにも暇人の寄り集まりのように思い、むしろ不可思議に思うのは当然である。私もそう言われて初めて、喫茶店の客が何を考えているのだろうと考えてみた。おそらく彼らは何も考えてはいないのだろうと言って、疲労を休めるために休息しているというわけでもない。つまり彼らは綺麗な小娘や良い音楽を背景にして、都会生活の気分や閑散を楽しんでるのだ。これがすなわち文化の余裕というものであり、昔の日本の江戸や今のフランスのパリなどで、この種の暇人クラブが市中の至るところに設備されてるのは、文化が長い伝統によって余裕性を多分に持ってる少佐である。竹林無双庵氏の話によると、この余裕性を持たない都市は世界でニューヨークと東京だけだそうだが、それでもまだ喫茶店があるだけ東京の方が大阪よりマシかもしれない。ニーチェの説によると、絶えず働くということは卑しく俗悪の趣味であり、人に文化的情操のない少佐であるが、今の日本のような新開国では絶えず働くことが強要され、到底閑散の気分などは楽しめない。パリの喫茶店で街路にマロニエの葉の散るのを眺めながら、一杯のブドウ酒で半日も暮らしているなんてことは、話に聞くだけでも贅沢至極のことである。昔の江戸時代の日本人は理髪店で浮世話や将棋をしながら、ほとんど丸一日を暮らしていた。文化の伝統が古くなるほど、人の心に余裕が生まれ、生活がのんびりとして暮らしよくなる。それがすなわち太平の世というものである。今の日本は太平の世を去ることあまりに遠い。昔の江戸時代には帰らないでも、せめてパリかロンドンくらいの程度にまで、余裕のある閑散の生活環境を作りたい。